皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。2022年11月1日、ジャニーズ事務所は、2019年からジャニーズアイランド社長を務めていたタッキーこと滝沢秀明さんが退任したと発表。同時に、副社長を務めていたジャニーズ事務所も退社したとのことです。事務所によると、9月中旬に、滝沢さんから申し入れがあり、慰留に努めたものの、本人の固い意志を尊重し、取締役会で承認するに至ったのだそうです。そして、ジャニーズアイランド後任の社長には、元 V6 の井ノ原快彦さんが就任しています。滝沢さんは、1995年4月、13歳でジャニーズ事務所に入所。ジャニー北川さんからジュニアのリーダーに指名され、小さなジャニーさんとしてジュニアの黄金期を牽引します。2002年に今井翼さんとのユニットタッキー&翼としてデビュー。2005年の NHK 大河ドラマ義経では、当時最年少で主役源義経に抜擢されます。俳優、音楽の両面で活躍した後、転機が訪れたのは2018年8月でした。ジャニーさんから、ジュニアの育成を手伝ってみないかと提案され、同年末でのタッキー&翼解散とタレント引退を決断します。現役最後の番組出演となった2018年12月放送の時をかけるでは、TOKIO の面々を前に、自身が裏方に回って、10年の間に、ジュニアの黄金期を作りたいと語っていました。芸能活動を引退して、ジャニーズ事務所の経営陣に加わり、裏方としての活動をスタートさせると早速、ジャニーズジュニアの育成及び作品、公演をプロデュースする会社として、ジャニーズアイランドが設立され、滝沢さんが社長に就任します。ところが、同年7月、ジャニーさんがくも膜下出血で他界。転身から、わずか半年で、名作舞台、少年たちなどの演出を引き継ぐことになります。2020年末に嵐が活動休止し、21年8月に、ジャニーさんの姉で、ジャニーズ事務所名誉会長のメリー北川さんが他界。コロナ禍が長引く中、事務所長男の近藤真彦さんら退所者が相次ぐなど、激動の時代を支えてきました。滝沢さんが社長になってデビューさせたグループといえば、ストーンズとスノーマン。両者ともに、ジャニーズを代表するグループに育て上げました。スノーマンは、嵐が活動休止中のジャニーズにおいて、ダントツで楽曲を売るグループとも言われています。そして、つい先日、10月28日、ジャニーズ初の世界デビュー&配信デビューを飾った、トラビスジャパン含め、昨今のジャニーズジュニア人気の立役者だったことは間違いありません。なぜこの時期の決断になったのか、ジャニーズを古くから知る関係者はこう指摘します。滝沢さんが手掛けたグループは、デビューから2年で彼の元を離れることが決まっている。スノーマンとストーンズが手を離れ、トラビスジャパンも区切りがついたタイミング。以前から事務所に未練がなかった滝沢さんは、もうジャニーズで自分のやることはないと判断したのでは。裏方に回って表舞台から姿を消してしまったとはいえ、タッキー人気は未だ健在。ネット上では、タッキー退社、ショック、ショック、ショック、現役引退してまでジャニーズを守ろうと裏方になったのに、辞めちゃうって何があったの？スマップがいなくなり、嵐も休止して、有名タレント大勢出て行きまくりで、知ってたジャニーズじゃなくなった、など、滝沢さんの退社を悲しむ声で溢れ返っています。退社をめぐっては、一部で、滝沢さんとジャニーズ双方が代理人を立てて、条件面の交渉していたと報じられています。双方が顔を合わせず、代理人同士のやり取りになるのは、それなりの事情があってのことなのかな、と勘ぐってしまいます。ファンも、このあたりの状況を敏感に感じ取り、本当だったら悲しい円満退社なの、と疑う声も上がっていました。
一方、サンケイスポーツなどの取材に応じた井ノ原さんは、滝沢さんと10月上旬に会ったと明かし、僕が公認で社長をやると伝えたらマジですか?と驚いていたと告白。退社の理由は聞かなかったけど、彼の中で決めたことと後輩を思いやり。それよりも、タッキー、よく頑張ったね。ジャニーさんの後を継ごうとした意思は、僕たちが受け継ごうと思うと伝えた。思い出話をしたら覚えてますよと言ってくれたり、いい時間でした。タッキーは潔い男。新しいスタイルを築き上げてという気持ちを受け取ったとしみじみ語っていました。ここからはネットの声をご紹介します。家族経営の悪い面が出たのかなという印象。家族以外の社員の社内での躍進をよく思わないことが多い。これはどの世界にもある話。滝沢氏は、デビュー組、中堅から下の子たちからも、信頼が厚く、何らかの関わりがあることが多いので、滝沢氏が去った後のジャニーズ事務所がどうなるのか心配ですが、滝沢氏においては、まっすぐで正しく模範になるような人格者であり、タレントの育成に対する天才的な手腕もあるので、彼のこれからの活躍が楽しみです。育てたグループがお金を稼ぐという理由で、遺憾とか、大事に育てたら取り上げられるってやってられんよね。トラジャも成功を収めたら取り上げられるんだろうな。でも、恩義だけはタッキーに向けられる。ジュリーさんが優れた経営者かどうかわからないが、そのうちジャニーズ本体が脆弱になっていくのは見たくないが、ジャニーズではない男性グループが活躍してる今、ジュリーさんは妨害できるほどの力は持ってなかったということなんだろうな。タッキーの逆襲楽しみにしています。ジャニーズが嫌いな人もいるだろうけど、ジャニーズのアイドルから生きる活力をもらってる人もたくさんいる。仕事や学校で嫌なことがあったり、生きる理由がうまく見つけられなくても、好きなグループが音楽番組に出る、YouTube 更新する、インスタライブする、雑誌発売するなど、それを楽しみに乗り越えてる人もいる。ジャニーズ事務所には、このまま夢を与えてほしいし、タッキーにも幸せになってほしい。ジャニーさんの本当の気持ち、夢やこれからを聞いてたのはタッキーだったんじゃないのかな。タッキーは、最後のファンとのお別れの時に行ってきます。と言って、私たちのタッキーからジャニーズを背負うセカンドステージに行きました。これから必ず結果を出すから違う形でずっと応援をしてくださいって言っていきました。今後の人生をジャニーさんの意思を継いでジャニーズに注いでいて、ちゃんと結果も出しているのにひどい話です。スノーマンはタッキーがいなければデビューはできていないグループでした。ジャニーさんはデビューは反対していたから、スノーマンが活躍できているのはタッキーがいたから、ジャニーズ事務所の今後は闇になると思います。ジュリーさんのお気に入りは今は誰なんだろう。この方にジャニーズジュニアを見出し、育てられるのか。誰がついてくるのだろう。経営力はあるのか。ブレーンはいるのか。すべて疑問。滝沢さんはジュニアの育成、マネージメント、動画配信と時代に合ったアイドルとファンのつながりを身近なものにしてくれた。ジュニア定年制もジュニアたちの将来を考えてのこと。ジャニー喜多川氏が育てアイドルの高齢化で滝沢さんの下で新生ジャニーズ事務所を開拓していかなければならない時に滝沢さんの辞任はありえない。滝沢さんの今後の活躍に期待します。ジャニーさんいなくなった時点で終わりの始まりだったところ、タッキーは、ジャニーさんの意思を継いでよくやってきたと思います。ただやっぱり、ジャニーさんの意向と違うことを受け入れていくことの難しさで頭打ちになったのかもね。若手育成の手腕はあるから、独立したらいいと思います。ジュリーのセンスのなさや、人を大事にできないところとか、もっと前面に出る感じになるのでしょうね。飯島さんも出て正解だったし、もう縛られず、自分の人生歩んだ方がいいですよ。正直言って、ジュリー氏が、これからのエンターテインメント界の流れを理解しているとは思えないし、実際、滝沢氏が目をかけ、育ててきたグループたちと、ジュリー氏が育てて慕ってくれているグループの数って、ひいき目に見ても互角くらいでは。
滝沢氏が辞めて新事務所を立ち上げたとしたら、一定期間置いてジャニーズ退所して後を追う子たちが結構出そうですよね。今や辞める時に競合他社に行くなとは言えないし、そもそも所属している子たちも所属契約してるだけで個人事業主ですからね。なかなか面白いことになりそうです。この若さで副社長ましてやジャニーズっていう巨大組織で、当初すごい叩かれたりしてたけど、俺はすごいと思ってたし、いろいろなプレッシャーの中やっていたんだろうなって思ってた。だから好きな芸能人とか尊敬する人はずっとタッキーって言ってたし、今でも尊敬しています。本とか出してほしいくらい。副社長辞めても副社長で結果残したのは事実だし、すごいと思います。これからも頑張ってください。滝沢氏は十分ジャニーさんへの義理は果たしたでしょう。彼が提案したもので、ジャニーズやジュニアの仕組みもいい方に変わったこともいくつもあったのでは。新しいフェーズに進んで、ご自身の思う道を進んでいってもいいはずです。ジャニーズはまた愚かな失敗を繰り返そうとしているのか。ジャニーさんを信じて集まってきたタレントさんたちもかわいそうだ。会社の繁栄に尽力した人を辞める方向に追いやるなんて、滝沢さん、とても頑張っていたのに。ジャニーズ事務所自身がひねり出した知恵は、活動を休止した嵐のファンをファンクラブに囲い込むことだけなんじゃないの。ファンクラブの会費すごい額だから、解散もさせないし、ひどい扱いだと思う。もっと血の通ったことできないのかな。ファンは未然に切ってタレントを応援しているし、タレントもスキルアップを目指して頑張ってるのに。滝沢さんはジュニアの頃からの表舞台しか拝見しておりませんが、後進の育成に実績を積み上げてこられていたのですね。名選手、名監督と限らずという格言も彼には無縁だったのでしょう。ただあれだけ現役時代に完璧主義なパフォーマンスを追い求めていた滝沢さんからすると、後進の育成にも自身の理想との葛藤はあったでしょうに、その中で立派なグループを育て上げるのは大変なことと推察します。タッキーの人望は厚いようだし、信頼してついてくる若手はたくさんいそう。いっそのこと若手を連れて独立して事務所を作ったら、ジャニーズより大きい事務所の誕生かもしれないですね。出る杭は打たれると言うけれど、そこにいても打たれるだけなら、出てやりたいことをやりたいようにやるのもありでは。これまでの活躍を見てたらできる気がするし、今は圧力とかかけられない時代だからね。今までのジュニアの育成やジャニタレのスキャンダルにも厳しい態度で臨み、後期粛清を徹底して新たな事務所のイメージを確立するのにすごく頑張って成功していたように見えたのに。でも滝沢さんが今後どんな道に進もうと応援しています。頑張ってほしい。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。